ここでは地主が土地を有効活用するためにどのような手段があるかを理解していただきたいと思います。土地の有効活用の方法には、すべて自分で行う自己建設方式の他にも様々な方法があります。まずは事業受託方式について。これは地主がデベロッパーをパートナーにして土地の活用を行うものです。デベロッパーとは不動産の開発業者のことで、有効活用の論点では建物を建てる会社だと思ってください。地主はデベロッパーに建物の建設の依頼をして、建物の引き渡しを受けた後、その建物をデベロッパーに貸し出すというのがこの方式の特徴です。つまり、地主としては賃貸アパートを建てようとした際に、あらかじめ借り手が存在するということになりますから、空室リスクが小さくなるメリットがあります。ただ、デベロッパーは地主から借り上げた建物をエンドユーザーにまた貸しして、エンドユーザーから支払われた家賃から諸経費を引いたものを地主に支払いますから、単独で賃貸事業を行うよりも収入が少なくなります。次は土地信託方式について。これは地主が信託銀行をパートナーにして、信託という仕組みで土地の活用を行うものです。信託というのは、信じて託すという意味で、投資信託に似ています。投資信託と同じように、地主が土地を不動産運用のプロに託して、運用のプロが地主に代わって資産を有効活用して、そこから得られる利益が分配金として受益者に還元されるという仕組みです。次は等価交換方式について。これは事業受託方式と同じく、地主がデベロッパーをパートナーにして土地の有効活用を行うもので、地主とデベロッパーが共同事業を行うイメージです。地主が土地を提供して、建物の建築資金はデベロッパーが負担して、建物が完成した後、土地と建物の名義はそれぞれ地主とデベロッパーの共有となります。次は建設協力金方式について。これは地主がテナントをパートナーにして土地の有効活用を行うものです。ざっくりと説明しますと、地主が賃貸用の建物を建てようとする際に、建物が完成した時に入居するテナントをあらかじめ見つけて、建物をテナントが思う通りの設計にする代わりに、建築資金の一部または全部を拠出してもらうというものです。実際は地主が自力でテナントを見つけるのではなくて、デベロッパーから斡旋を受けるケースが多いと思います。最後は定期借地権方式について。これは地主が借地人と定期借地契約を結んで、単に土地を貸すという仕組みです。借地人は借りた土地に自分で建物を建てて、契約期間が満了すると基本的に更地にして地主に返還します。ここで紹介した方法の詳しい仕組みについては、余裕があれば2級の動画をご覧ください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。